どうも、ガスパと申します。よろしくお願いします。デイズゴーン続きからやっていきましょう。タイトル画面からね、次の画面、続きからとか、データをロードするとかっていう画面に行くまでのロード時間が1分ぐらいかかるのよ。それがね、ちょっと長って思えちゃう自分が、そんなに好きじゃなくなってきてます。もうちょっと時間にゆとり持とうかなと思ってるんだけれどもさ、ちょっと見るだけさ。ちょっと見るだけさじゃないよ。じゃあとうとうね、俺のこのバイクにまたがれるということで。お、行ったね。動くか？あ、動くね。で、ここから出て、検問所へ行けと。ドリフト。ドリフト？ R にで加速中に丸を押してドリフトする。ターン中にドリフトするとコーナー素早く曲がることができる。できるかな、俺に。ルーザーいるか？あ、本当だ、ドリフトや。腕はどうだ？あ、くそ。痛むか？大丈夫だって言っただろ。タンクがなー。こっちはまだネロの検問所に向かってるとこだ。どっち？抗体や軟膏なんかを探してみる。あるいは俺と同うわ、やべ、じでおい前るの言ね。うことを聞くのにうんざりしたから。じゃあな。こっちでいいの？っていうか、あ、俺が殺したやつらだ。あ、ここに戻ってきたんだ。ていうか、これ走る道路の状況でもガソリンの減りとか影響すんのかな。だからなるべく綺麗な道路走った方がいいとか、そういうことある？はい、ネロの検問所ここっすね、多分。来たよ。来たよーって。ここだな。ブーあ、ザ来のまし治療に使えるものがあるといいが。た。どうやって降りんの？とりあえず降りよう。え、何？なんすか？なんすか？おおおお、なんすか？なんすか？お前。よっしゃ！まあ、ここに来るまでね、案外早く来れました。俺にしては1時間ぐらいかかるかなと思ってたんだけど、すげえ早く来れた。まあ、見れるとこはね、もう全部見ていくよ。ここは使えそうだ。なんだこれ、布。あ、斧が80%しかねえな。で、なるべく使いたくねえんだけども。お、火炎瓶とかもあるね。はい。ああ、もうめっちゃ吠えてるよ。何これ。医療ユニットに電力を復旧させる。医療ユニット、開かない。開く？開かないぞ。まあ、なるべく倒してはいきたいよね。お金が手に入るわけだから。で、耳をどうやって金に変えてくれるんだ、あの女は。変態か。いるか、敵。なんかここら辺にいると思うけどな。ちょっと茂みに隠れながら。お前どこ行こうとしてんだ、これ。はい。よいしょ。あ、ステルスのやり方はいいよね。もうこの斧の耐久性を使わずに、弾も使わずにいけるわけだから。何？どれがどれのこと言ってんの？お前は何なの？あ、これか。これに？さあ、頼むから動いてくれよ。これに燃料を入れろと。だ、燃料持ってこないといけないな。ファイヤーアックス。よっしゃ。お、よっしゃ、新しいファイヤーアックス手に入れました。ファイヤーアックスっていうんだね、この斧の名前。あ、はい、発電機の燃料を見つけなきゃいけないっていうことで、目の前にね、もうこの この方がいるんですけど。はい。ちょっと。はい、そうですね。なんか発電機の燃料を見つけないといけないということで、今向かっているんですけれども、発電機の燃料って何を使うんだ、主に。で、これ何なんだ、布か。まあ、とりあえずこのトンネルのね、奥まで行ってみましょう。で、腕をやられてる友人、俺ほんと外国人の名前とか覚えられないんだよな。が、ちょっと痛み止めを見つけてきてくれっていう、なんかね、ことを言われたんで、それもついでに見つけられたらなと思います。お、なんだこれ、布か。絶対汚いよな。わあ、すげえな。
あ、ここ火炎瓶投げてあいつらがブワー出てきたとこじゃん。いや、めちゃくちゃ怖い。あの、急に出てくるとこやめてな。恐怖はいいんだけど、脅かすってのは無理だから、ほんとに。まあ、ここら辺は何もないみたいなんで、奥行きましょう。はい、どうも、おはよう。なんかこいつだけやけに綺麗に残ってるし、すげえなんか癒されるんだよね。なんかあったらここに来ましょう。いやー、でもここは何なんだ？こいつらの寝床みたいな感じなんかな。あ、なんかいるな、向こうに。まあ、どうせならあいつ殺していこうか。お、あいつら。あれ？な、ご夫婦なのかな、あれは。何やってんだ？あれ、そうでもないな。あ、気づかれたか？あ、逃げるわ。ダッシュ。あ、いるな。近づこう。近づこう、こいつに。後ろから近づいてって。あ、新しいやり方だな。あ、すごいな。襲う場所で攻撃方法も変わるんだ。そりゃリアルだわ。これでしょ？燃料は。はい、燃料です。燃料、来た。はい、これですね。なんだよ。トンネルの奥まで行ったけど、なんもなかった。ここにあったんだね。で、とりあえずこの燃料をここに入れると。お、0%。よし、ガソリンだ。ガソリンだ。いけ。いいだろう。いいだろう。はい。いよいしょ。サバイバルとか何やってもいい。普段ボイスなんてできないからね、こんな。はい、ゴー。おしゃれな指輪してんな。くそ、フリーカーが引き寄せられちまう。フリーカーが引き寄せられちまう。いや、めっちゃ来るやん。スピーカー、スピーカーはどこだ。待って、閉めようぜ。機体はどこに置いてあるんだ。お、なんだこいつは。 EPCA のパーツ。医療キット。包帯は普通に持ってるだろお前。あ、ここら辺なんかいっぱいありますね。あ、あそこに行くべき場所がある。どこだどこだ、ここか。いや、っていうか、まあ、とりあえずこれでしょう。よし、ちょうどよかった。これです。あとこれをブーザーのところ。ブーザーね。ネロの注入器。ネロの検問所にある移動式医療ユニットでは注入器が見つかることがある。これを打つと体力、スタミナ、またはフォーカスをレベルアップさせることができる。なるほど。お、体力か、スタミナか、フォーカスモード。そして注入器か何かが、まあ使えるか。体力を強化、スタミナを強化。体力だな。 OK、 これで体力強化プラス25。いいですね。科学の力すごいな。あ、ガンロッカーもあるわ。って言ってもね、俺の使えるアイテムが何もないんで、とりあえずこのまま放っておきましょう。これなんだ、ボイスレコーダー。お、すげえ、コントローラーから。あ、コントローラーから音が聞こえてたわ。知らなかった。スピーカーはどこだ。スピーカーはどこだ。そう、さっさと逃げればよかったのに。おかげで貧乏くじを引いたってわけだ。だ、スピーカーどこだっつうの、マジで。ここら辺か。まあ、ここにガンロッカーとかあるってことは、多分敵はここ入ってこれないんだと思うんだけど、まあ、とりあえずスピーカーを探してこれを止めましょう。わあ、めっちゃいるな。おいおい、はまるな。うーん、どうしようか。あ、ちょっとここに入って敵が侵入してくるのかどうかっていうのを見てみようか。来るか、聞こえるか。ブーザー、おい、応答しろ。え、どうしたブーザー。くすったれ。え、来る？敵は来ないのかな。いいぞ。はい。はい。
もうすごい締め方したけど、お前。わお、綺麗、かわいい、もう。あれ、なにこれ。なんですかこれ。ベッドの足みたいなもん手に入れましたけど。スピーカーはどこだ。ベッドの足で、ベッドの足でやられろお前は。だい、あ、スウォーマーの耳手に入れましたな。で、スピーカーこれ止めるにはどうすりゃいいの。このスピーカーがあることによってこいつらおびき寄せちゃうんだけど、これ撃って、あ、なんだよ、はいはい、スピーカーは接続ケーブルを切るかサプレッサー付き銃で、銃でどうにかなると、はい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 、あ、じゃあ一応破壊しときましょうか。あれ、はい、おい、ちょ、ここが曖昧だな。はい、 OK で、これで作動してももうスピーカーが鳴らないと。はい、ごめん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 ってやって、よいしょ、 OK で、ここら辺なんかあるかな、ちょっと探索をしましょうか。これ箱は、箱はなんだこれ、関係ない、関係ないっぽいね。なんだこれ、包帯。あるじゃん包帯普通に。いや閉めようぜ、雨で濡れちゃうよ。これはなんだ、トイレか。うわ、簡単なトイレだな、こういうトイレあるよね、絶対使いたくねえんだけど。サバイバルなんだから別にそこら辺でノグソしてもいいんじゃないかな。あ、びっくりした。そして、お、これは、あ、ガソリン、とりあえず俺のバイクに入れようか。なんか 80% だったから。俺なんか常に 100% じゃないと嫌なんだよね、携帯のバッテリーもそうだけど。じゃあ行きましょう。あー、そこにいるな、ちょっと待って、俺のバイク倒されてるぞ。三角を流してバイクに近くにいるときにクイックセーブできる。戦闘中やミッション中はセーブできない。 OK、 ミッション中はセーブできない、もっとフリーな状態じゃないとセーブできないのかな。あ、とりあえずこの女性を、はい、あ、すいません、後ろから。すごい世の中。あ、バイク、あ、ここにもあんじゃん、なんか、はい、ちょっと失礼します。どれぐらい入るかな。お、 100% までいく、よっしゃ、こいつがほら。なんでそんな近距離で。起きゃいいじゃん。はい、じゃあガソリンも入れたんでね、ブーザーにこの包帯届けに行っていきましょう。いや、しかし燃費悪いな。ちょ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 って、もう運転が下手なんだよ。はいはいはい、バックバックバック、よいしょ、はい、で、この黄色いとこ辿っていきゃいいの。もう一つ、どうした。奴ら逃げるときにライフルとショットガンをいくつか盗んでいったようだ。用心しろよ。奴ら、マジで。そうかよ、警告どうも。あとは頼んだぞ。じゃあな。何が頼んだ、クソ。あー、燃費悪そうだな、ここは。本当に。まあ多分ちょくちょく止まって探索すればね、アイテムいろいろ取れるんでしょうけど、まあとりあえずメインミッションをね、進めていこうかなと思います。はい、どうせならもうこの屋根の下に置いとこうよ、雨に当たっても大丈夫なように。はい、行きましょう。ほら、もう忘れたよ、こいつの名前なんだっけ、友人名前よ。こいつはデュークっていうのは最近覚えた。はい、包帯取ってきたよ。いや、ブーザー、ほら。ブーザーね。包帯を見つけてきたぞ。めっちゃ時間かかったけど。ブーザー。あー、きついな、もう。嘘だろ。ブーザー。なあ。なあ。おびっくりした。ちょっと待て、俺だ。なんだ、おめえか。とても無事抜くとこだった。なあ、ちょっと腕見せてみろ。ほら。いや、いい。いいから、見せろって。じゃねえ。わかったよ。リグ、ありがとな。俺なら平気だ。本当かお前。心配いらねえ。絶対敵になってくるよ。ミッション完了。ドタマぶち抜くとこだった。コープラントのキャンプ。
ああ、信頼度がどんどん上がってますね、兄弟。秩序を守るため、カスケード電波塔の襲撃キャンプを探すと。はいはい、次のミッションですね。じゃあ今回これで一旦終わりにしましょうか。キリもいいし。ちょっと待って。目がいってるな、完全に。俺はここで寝れるのかな。あ、寝れるわ。寝たらどうなんの。睡眠、シェルターやアジターなど安全地帯にある寝床では眠って時間を進めることができる。フリーカーゾーンなどで時間帯によって攻め方を変える必要があるため、戦略的に時間を進めるのも一つの手だ。寝床の近くでセーブもできる。ちょっとだけ仮眠を取るか。はい、お寝ようぜお前。だ、靴を脱げって。あ、時間が進んでるわ。おお。よし、休んだ。いや、最悪な時に起きたな、お前。夜だぜ。はい、で、ブーザーは？ブーザーどんな感じ？ブーザーって。あ、起きとるやんけ、お前。なんだよ。もうこの最悪な時間帯で、あの矢印の場所にね、次回行きましょう。今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。さよなら。